今人気のハンドスピナーの部品を誤って飲み込まないよう国民生活センターが注意を呼びかけています国民生活センターによりますとハンドスピナーの金属製の部品を子どもが誤って飲み込む事故が去年8月に2件報告されています国民生活センターがハンドスピナー90種類を調査したところ 価格は108円から5940円と幅広くいずれも日本玩具協会が商品の安全性を認めた ST マークがついていなかったほかおよそ半分の商品に誤飲や窒息に関する注意表示がなかったということです国民生活センターでは3歳以下の乳幼児には触らせないようにする 遊ぶ前に部品に緩みがないか確認するなどの対策を呼びかけています。